ク&ウィハジュン出演のディズニープラスオリジナルシリーズ最悪の悪9月27日に配信決定。ヌーズン2023年8月14日16時50分写真イコールディズニープラス俳優のチチャンウクとウィハジュンが犯罪アクションドラマでタッグを組む。ディズニープラスオリジナルシリーズ最悪の悪が9月27日に公開される。同作は1990年代韓国、中国、日本の麻薬取引の中心であるカンナム連合組織を一網打尽にするために、警察のジュンもチチャンウクが組織に潜入捜査する過程を描いた犯罪アクションドラマだ。本日14日公開された予告ポスターには1990年代の高難のレトロなビジュアルはもちろん、反中非の麻薬取引の中心である高難連合を率いるギチョル・ウィハジュンと、麻薬捜査のために潜入したジュンもチチャンウクがカリスマ性あふれる表情で堂々と街を歩き回る様子が収められている。二人の俳優のイメージチェンジは今回の作品で欠かせない期待ポイントとして挙げられる。まず、麻薬捜査のために高難連合に潜入する警察官パク・ジュンモ役のチチャンウクは、演技人生において最も強烈な熱演を披露する予定だ。特にクランクアップ当時最善を尽くして撮影したので後悔はない、これ以上ないほど楽しく作業した作品だとし、作品に対する愛情と自信を語った。続いて、高難連合のボスであるチョン・ギチョル役を演じるウィハジュンは、成功のためなら手段を選ばない自由奔放な魅力から、自分の組織員を信じて世話をする義理堅い姿まで、キャラクターの様々な一面を完璧に描き、新しい人生に残るキャラクターの誕生を告げる。このように予告ポスターの公開だけでも差別化されたジャンルの魅力とキャラクターと完璧なシンクロ率を誇る俳優たちの熱演に対する期待が高まる中、ドラマのストーリー展開に関心が集まっている。元記事配信日時2023年8月14日11時50分記者ファンヘジン。